皆さんおはようございます。今日も木更津の道の駅うまくたの里を左に出て、そのまままっすぐいつも通り三鷹の交差点まで行き、三鷹の交差点を左、409を来て一個もね信号を右、公益農道を走っています。今日はこのままちょっと行って、木更津の金田インターの近くにあるバスターミナルの方まで行ってみたいと思います。皆さんはバスターミナルの方をめがけて走ってきてください。私またちょっと袖ヶ浦に用事がありますので、それが済ましてから行きますので、それが済ましたらまたその近くになったら出ます。バスターミナル、高速のバスターミナルですね。木更津金田インター、アクアラインの近くになります。そちらになったら出ますので、またよろしくお願いします。それではじゃあまたちょっとカットします。はい、私は袖ヶ浦アンダーパスを抜けていきます。袖ヶ浦に用事があったので、こちら袖ヶ浦のアンダーパスを抜けてからアクアライン木更津金田インターの方に向かっていきます。はい、この信号を左に上がっていきます。はい、ここ私は左に行きます。ここはい、もうじきですね。今日行ってみたいところはね、海鮮料理を食べさせてくれるなんかバスターミナルの近くにあるという平島水産というところにあるということなんですけども、このインターこのまま信号まっすぐ行きますので、なんかもう海鮮市場平島水産っていうのかな、この先になんか看板が見えるような感じがします。バスターミナルの先のところにあるみたいです。ここアクアライン木更津金田インターですね。ここね、出口です。はい、まっすぐ行きますね。このパーキングのすぐ近くにあるっていう感じなんですけども、あ、ここにありますね、看板が見えます。ここです。あ、駐車場はどこでもいいのかな、目の前にある感じですね。はい、着きました。もうオープンしてますので後ほど入ります。周りはこんな感じです。駐車場はなんか広い感じでいっぱいどこでも止められそうな感じですね。アクアライン金田インターが見えます。バスターミナル方面ですね。金田バスターミナルって書いてあります。はい、オープンしてますので入ってみます。注文しました、鉄火丼が来ました。
ただきます。ごちそうさまでした。大変おいしくいただきました。ありがとうございます。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ごちそうさまでした。大変おいしくいただけました。ありがとうございます。金田インターに近くて、皆さんツーリングの途中に寄ってみても最高だと思います。ここに寄って帰るのもいいかもしれません。